ジェリビちゃん寝る。あ、いらっしゃいませ。何がお忙しいしたら言ってください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、何かあったら言ってください。いらっしゃいませ。すいません。はい。すいません。はい。あ、いらっしゃいませ。あの、これの 24.5 センチあるかしら。これ24センチ。ちょっと待ってくださいね。あ、はい。倉庫にあると思うので、ちょっと見てきますね。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。覚えた。え、覚えてくれた。あ、これの 24.5 ですね、うん。そうだけど違う。ん？私のことを覚えてくれた？あ、はい、覚えましたけど。本当かな、本当かな。え？あなたが倉庫に行ってる間も私結構うろうろするわよ。あ、店内であれば大丈夫ですよ。本当に？本当に？はい。あなたが倉庫から戻ってきて、あれ？あのおばさんどれだっけ？まあ、向こうから話しかけてくんの待っていいよってならない？いや、ならないですよ。ならない？大丈夫です。大丈夫じゃない。えー、大丈夫じゃないから言ってんのよ。えー、あなたさっきからね、はい、私に何かお探しあればって8回も言ってきてるわよ。あ、そんなにですか？すっごい言ってきてるわ。あ、それはすいません。私まだ5分くらいしかいないのに。すいません、それは1分に1回でも多いのよ。そうですね。プラス3って多すぎない？あ、多い。海馬、海馬どうなってるの？海馬。あ、でもあの、ちゃんともう覚えたんで。あ、その覚えられ方、いや、え、その、わ、こいつクレーマーだ、やべえ、覚えとこうの、その覚えられ方、いや、いや、そういうふうに覚えてないですよ。すごいマイナスな覚えられ方。いや、マイナスなんて思ってませんから大丈夫です。それなしで覚えれる？はい、大丈夫ですよ。絶対無理よ。なんでですか？私だって薄いんだから。え、分かってんのよ、自分だって。薄い？もう顔も存在もすごい薄いんだから。私、そうですかね。もう薄すぎて周りからは岡本って呼ばれてるわよ。誰が出てんねん、1ミリよ。え、だから岡本さんなんですか？違うよ。え、相模よ、私は。そこもちょっとややこしいんだけど、だから岡本ってなんですか？薄すぎて、こう薄さを突き詰めたら、こう岡本、ほら、岡本、ここ岡本よねって話、ほら。もういいわよ。うぶね、すいません。なんかでも、まあ、でも覚えたんで大丈夫です。写真撮って。写真？うん、写真。お客様のですか？そう、写真撮って。そこまでしなくてもいいんじゃないですかね。皆さんそうおっしゃいます。え、はい、皆さんそうおっしゃいますけども、はい、絶対無理なのよ。え、あの、ほら、あなたたちさ、はい、あの、すぐにあの倉庫とか行って手間取ったりするでしょ。まあ、あとかもしれない、ね、他のお客様に話しかけられたりとか。ああ、しますね。そういう時にすぐ消える存在、それが私。いや、なんか悲しいっすね。うん、悲しくはないの。え、あなた、あの、夜景とか絶景の写真撮るわよね。あ、撮れますね、はい。ただ、お友達と写真撮って容量がオーバーした時に真っ先に消すのは景色の写真じゃない。まあ、そういう時もありますよね。つまり私は景色なの。絶景なのよ。なんかいい言い方したな、急に。なんかいい言い方ですよ、それ。だから悲しくはないの。まあ、そうなの。とりあえず、ただ、今回においては覚えておいてほしいから、はい、写真一回撮ってもらえる。うん、じゃあ、まあ、わかりました、じゃあ。ね、それ撮れる？これ撮れます、はい。じゃあ、お願いします。あ、ピースするんですか？するわよ。え？お写真をね、はい、お写真の時は私ピースって決めてる。あ、そうなんですね、わかりました。はい、行きまーす。はい、はい、撮りました、はい、じゃあ、あの、え？何してんの？いや、もう1枚撮ったんで。え、違う、あなたが倉庫から戻ってきた時、私がこうやって待ってるとは限らないじゃない。まあ、そうですよ ね、 ね、だから こうなってる時だったら分かるよ。え、なんか、あっちもいいなって、あっちもいいなってなってるパターンもあるから、そのパターンも撮ればいいですね。そのパターンも撮って。はいはいはい、撮れた？はい、撮りました、撮りました。いや、なんか七尾みたいになってますよ、なんか。こんな時あります？靴紐結び直す。靴紐、そうやって結びますかね。そういう時もあるでしょ。まあ、わかりました、撮ればいいです、ね。撮れた？撮れた、撮れた、はい、撮りました、はい、撮りました。撮れた？はい、ちょっと見せて。あ、今ね、今ね。じゃあ。いや、ツーショットいいっすよ。え、さすがにツーショットはいらないでしょ。あ、そう。とにかく倉庫見てきますんで。うろうろして、はい、大丈夫ね。大丈夫です。本当ね。はい。信じるわよ。大丈夫です。お願いします。はい、すいません。いる？え？うろうろしてねえじゃん。え？あ、あの、すいません、お待たせしました。どなた？え？どなた？いや、あの、24.5 センチ。あ、多分ね、他のお客さんと間違えてるから。いや、そっちが忘れんのかよ。
私じゃない。え、散々なんか忘れる忘れるって言ったら写真撮るみたいな。写真撮ったじゃないですか、ほら。写真、ほら。写真。盗撮？盗撮じゃないし、撮れって言うから撮ったんですよ。何その写真、何？ほらほらほら。いや、お尻もなんかこっちやったのお客様ですよ。誰かこいつ通称と撮ればよかった。